1年同期ギャル版ヨンちゃんです。1曲目はユーナチェリー歌います。楽しんでてください。2年同期ギャルバンドヨンちゃんです。よろしくお願いします。いやちょっと寒いですね。皆さん大丈夫ですか？風邪ひかないようにあったかくして聞いてくれると嬉しいんですけど、今日は青森県にいろんな大学の方が来ていただいたんですけれども、私たち青森出身の人いないんですよ、この中に。私が茨城で、山形、北海道、福島、北海道、埼玉なんですよ。で、青森の人がいないんです。なのでちょっとこの時間をお借りするというかあれなんですけど、まず青森に来てびっくりしたこと、なんかある人？はい、あります。はい、もーい、はい、おー、おーい、おります。はい、はい、おーい、ちょっと誰でもいい、いや、誰だっけどうぞ、いた人。はい、私から。初めて青森に来たのが受験を受けた時なんですけど、受験受けて帰ろうと思って電車に乗った時に、私と男の人2人しか電車乗ってなくて、なんか会話が聞こえてくるんですけど、もう何喋ってるか分かんないんで、あ、海外の方かなって思ってたんですけど、よく聞いたら訛りすぎて何喋ってるか分かんなかったね、ちゃんと日本語だったよね。慣れるのかかるよね、今でも何言ってるか。
おじさん、確かに声低いし、何言ってるか、ね、フランス語に聞こえるって言うよね。あー、うん、CM やってたよ ね、うん、はい、次、はい、はい、どうぞ。私の中でサザエさんは日曜6時半なんですよ。うん、だね。けど、うん、土曜の4時、うん、うん、確かに。にやってますね、あんまり。やってるね。ちょっと、うん、聞いてみます？みんなさんに。フジテレビがまずね、入らないところの。サザエさんは日曜日だよっていう人。多い。多い。あれ？あれ？あれ？多いぞ。でもそんなに上げてない。ね、あれ違うのかな。土曜日だよっていう人。土曜日。ああ、青森だ。そうなんです。青森だね。土曜日の方、青森の方。日曜の勝ちですね。ね、日曜の勝ちです。多数決。うん。はい。はい。もう大丈夫かな？はい、うん。じゃあ次は青森に来て。自分なんだろう、これ自分の地元と、あ、違うっていうか、なんか通じないみたいな、あ、あった人、ね、はいはい、どうぞ。はい、山形ではその問題番号を丸1じゃなく1020 1括弧2括弧って言うんですけど、それをちょっと教室で言ったらって顔されたんで、あ、通じないんだって思いました。北海道でもどっちでもいいけど、うん、聞かないよね、でも、うん、通じないな、うん、丸一って普通に言うよね、丸一派で、山形特有なんですかね。山形の人いますか。おいと、おいと、おいと、ちょっと後でおしゃべりしない。10、うん、ね、ね、はい、じゃあ次どうぞ。あ、はい。通じなかったことっていうか、青森に来て自分がなまってるってことを初めて知りました。青森で。彼女函館出身なんですけど、めっちゃサーサー言うんです。やべっさーって。バカにしないでください。バカにしないでください。ね、北海道は多いんじゃない。北海道出身の人、はい、サーサーって言いますか。結構サーって言いますか。言うでしょう。サーね、バカにしないでください。それは方言ですよ。指を刺さないでください。刺さないでください。そっか。いい。いい。うん。え、私のことも言っていいですか。どうぞ。どうぞ。いい。え、ちょっと。あ、いい。どうする。ちょっと喋りすぎじゃない。いいんじゃない。歌いましょう。はい。じゃあお水。水飲ませて。じゃあ曲紹介。みどりちゃん。おお。初めてですね。初めてです。入ってます。次は広瀬香美さんのロマンスの神様っていう曲を歌います。はい、もう冬も終わりそうなんですけど、まあそうですね、最後の曲、冬最後と思って聴いてください。たくさんこう一緒にやってもらうところがあるので、ぜひぜひ動いて高くなってもらえればなと思います。掛け声を最後の曲となってしまいますが、はい、はい、はい、いいですか。はい、はい、ワン、ツー、スリー。 Waiting for you I felt so good